皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日は、こちらクリスチャンディオールのアクセサリーご紹介したいと思います。こちらはですね、人気 の、 あのアイテムになりまして、ダストバッグに、ね、こういう風に入っておりますが、トライバルの、ね、ピアスになります。こういう風にあのシルバーとゴールドの、ね、2色展開でバイカラーのものなんですが、このトライバルのシリーズっていうのはバリエーションがすごくたくさんありまして、今までもねあのカラー違いのものとかクリスタルものをご紹介させていただいたことがあるんですが、こちらは上がゴールド、下がシルバーの、メタリックのものになります。ですね、これはここをパチンとこう取っていただきますと、こういうふうに小さいボールの方とこの大きいボールがありますので、これを小さい方を前から刺して大きいのを下からつけるようになります。でつけてみたいんですが、つけまして入れるとこういう感じであのぶら下がるようになっています。後ろからねこの大きいものが見えて、前からこの小さいのが出ている状態で、こういうふうに2つのねボールが見えるようになっています。あのすごく販売以来人気がありまして、かなり、いろんなバリエーションのものが展開されております。クリスタルついてて、全面クリスタルついてるものとか、一部だけねこうラインになってるものとか、こういうふうにバイカラーのものですか、全部の色が同じもの、メタリックのもの、あとマットのお色のものなんかも出ていて、とてもあの楽しいアイテムです。で価格も比較的抑えめでね、あのクリスチャンディオールの、アクセサリーが持てるということで大人気です。ピアスの中でも本当に一番人気と言ってもいいんではないでしょうか。本日はクリスチャンディオールのこのトライバルのバイカラーのピアスをご紹介いたしました。それではまた。